じゃあちょっとこれカルテットとかだけ取っちゃいますから。はい。じゃあこれカルテレーダーとかね、先にきれいにします。ツタ。うん、これツタ。普通の。普通のツタとは違う、こう、龍神ツタとかなんかいいんじゃないかな。ちょっと名前よくわかんないけど。なんか龍神ツタってもっと緑で、葉が細かいイメージ。うん、そう。なんか、教会とかああいうとこ生えてるツタとはこれ違うんですね。もっと葉大きいですね。うん、葉がこんな大きいから。はい。ちょっとね、整理します、カルテット。あ、生きてるな。生きてます。カルテット枝落としてきます。結構細く伸びていくじゃないですか。うん、これね、ずっとツルだから、はいはいはい、長く伸びてくる。でも先生の持ってるツタとかって結構あれもそう、伸びてくるよ。太いじゃないですか。うん、あれなんでだろう。太いのは年数の持ち込みだよ。じゃあ伸びた分切って詰めていくる。そうそれとあとまだちょっと早いかな、これ剥がりして、うん、でもう一回芽を出させる。なるほど。どっか出てたかな、芽が。あ、ほらこう芽が出てる、これ。はいはいはい。剥がりするとね、こういう小さい芽が出てくる。うーん、葉っぱも小さくなるしね。なるほど。一回6月ぐらいに、はい、全部剥がりすればいいと思う。剥がり全部取っちゃう。まだちょっと早いからね。うん、葉っぱもここから取って、そう、1個やってみましょうか。はい、これ取るな、ここに。あ、そっから取っちゃうんですね。うん、これ取っちゃう。あ、それこうやっていけば伸びなくなる。そう、あとこういうとこはツルが伸びてくる。それは切る。なるほど。うん、ツルは切る。そうやって小さくしていくんですね。うん、あとはね、これは挿し木もつくよ。挿し木。うん、挿し木。だからあんまり枝がないけど、挿し木と、うん、それからこれ1,2,3,4本入ってるのかな。はい、これ1個ずつ分けてもいいですね、うん、こういうやつだったら、はい、つるしょうだからこう下がってくるから、はい、ちょっと下方の鉢、この細長い、ああ、なるほど、うん、ああいう鉢でもいいと思う。なるほど。で、今回鉢、今回はこれ、これこの鉢、これなんか綺麗な鉢だよね。これ賢治さんって方から時報鉢って言うんですけど、うん、これも言うだれ、これも失敗作、こういうのは全部弾いちゃうから。なるほど、うん、こんなんだったらあげてもいいですよ。本当ですか。うん、こんなんでよかったら言うだれで。全然いいですよ。なんか可愛い綺麗な鉢でね、これに入れるんで、一本立ちしないで、うんうん、このそっくりこう入れる形。なるほど。その方がこの寄せ植えみたいな、ね。うん、寄せ植えみたい。これはだからいただいた鉢なんですよ。うん、これいい鉢だ、俺。ちょっとね、言うだれが気になったってことで、そうそう、これがちょっと気に入らないってことでいただいたんですよ。はい。これ乳が入ってるんだね、この方がね。そうですね。貫乳だ。ボケてきたからね、色んなものがあってると、結局何もできない。あ、同時に同じのことはいくつか考えられない。もっともっと、こういう習慣にしないとダメみたいね。ラナーってこれよく作ってある、ね、うん、本当にね、芸が細かくて、うん、いい鉢なんですよ。うん、カットパスタみたいなの分かったですか。カットパスタは私のがあるんだけど、前にも話したか分かんないけど、はい、作者が作った正面っていうのはこっちになりますよね。うん、カメラの方から見るとこう字が見える方、はいはい、でこうなっていく、うんうん、ひっくり返した時に字がちゃんと見える、これが作者の正面ですね。これ面じゃないんですね。んこれだとね、ここで正面作ってますよ、これ。へー、だからこれは植える人の感性でどうするか、ここでもいいかなと。そうですね。抜きます。抜きましょう、うん、ちょっとまだね、抜いてみます。崩したことないんですよ、このツタを。綺麗に分かれるんですかね。うん、うん、そういうこと。まだまだ土の方できちゃう。結構ちょっと、うん、細いですね。これ根っこ一番太いな、これ。あ、例えばこう下方の鉢だとこうに入れて、うんうん、こう少し根っこ出させて。なるほど。こうしたよ。
さん、かわいい。こんな形ですか、うん、こういうふうにやってもいいですか、うん、ちょっと値上がりみたいな、ね、うん、今回はこれ寄せ風に作ってきます、はい、これね。これもあれですかね、秋になったら真っ赤っかになるんですかね、紅葉する。すごい赤いですよね、赤い、赤い下のね、そう赤って、でそれで落葉しちゃうから、あ結構いい模様が入ってるの、ほら、あ本当ですか、こういうね、お確かにそれいいですね、うん、寄せするのもったいないから一本ずつのはいいですかね、うん、だからこっちだけ寄せるとか2本、うん、ここにだったらもう1個あるんですけど、あもう1個、じゃあ2つ作ろう、はい、ちょっと、もう1つ持ってきた地方鉢、これとこれ3本入れて、はい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 、これ1個立ちしたぞ、でもそこはお任せします、夢のコラボ、どうにしようかな、あこれはこう立つよかな、うん、こんな感じで、こっちこれでいいじゃない、これはこれで、これ流れはどうなるんですか、うん、こんな真ん中に、これはちょっと流れの方向を開ける、こう右、こういう感じ、そっちから左寄せる、そう、なるほど、長方鉢の場合は流れの方向を開けなくて、うん、開けるって感じですね、高上して根っこ少し出るぐらいに、あちょっと値上がりみたいな感じに、うん、ちょっとで2つまとめますから、はい、母親で、はい、上がり、いや、もう枯れてるっぽいですけどね、枯れてるみたいね、うん、枯れてるね、うん、これは生きてるからね、芽が出てる、生きてる、ちょっと毛を汚れてるんで洗ってきます、これ洗いますか、毛を、この辺まで、こういう鉢だと流れってどっちに、うん、流れはもう流れはこう大体真ん中行ける、植える、あそれでどっちかこの木のその方向で構わないじゃん、あそうなんですね、違うってことでどっちか流れついてれば、うん、丸鉢と同じに考えればいいんじゃないですか、ね、真ん中にやる感じです、もうこれで流れ出ちゃう、うんうん、これ平面見せようか、これ平面見せよう、ここで、うんうん、そんな大きさ大きく感じないもので、はいはいはい、お正面にします、はい、鉢の正面、これはちょっと固定ができないんで、うん、それから縛ってこうくるくるって出した、これいらなかったな、ちょっとやり方変えます、これ、うん、はい、これ取っちゃう、固定できなそう、うん、固定ができない、落ち着いたらもう母親取っちゃってもいいですかね、はい、あ取っちゃうと今針金縛ってない、そうですね、取っちゃうね、取っちゃいましょう、かわいいな、流れが出たでしょ、うん、ちょっと針金かけてこれだけ前出すわ、これね、はい、明日から
75歳以上の人が予約開始、年齢次が70以上。どういうところでやったの？私はメディカルセンター。ああ、こういうところならいいよな。予約はどういうふうにするの？会場指定するの？もう職場の方で、あ、火が出て、こっちか、こうだ。車で行っちゃってさ、何かそう、いいよ、どうぞ。かわいいですね。コケ？かわいい。いや、コケは、まあ、後で。で、今度こっち行きます。はい、お願いします。この四角い方の鉢ね。うんうん、これじゃまだこっちだ。それ枯れてないですか？これ枯れてるかな。生きてるよこれ。生きてるんだ。うん、これ。わかんないですね。見えるかね。ちょっと青くなって。わかんない。いやちょっと。切り口が。こっち側で生きてるこれ。生きてます。うん、じゃあ芽出てくるんだそこからも。こっちだけ針金つけますこれ。針金を。はい。ど、ど、うん、これ、これをこうに。ああ。こう奥行き出すために。なるほど。これで直線だから、これをちょっとこっちこう向けますから、ここに。うんうん。ちょっと奥に。奥が深い。御用松からしたし。若い古いっていうのは何年ぐらい？これだね。うん、まあ、そうですね。見に行きます、うん。これもやっぱり止められないんで下から通しちゃいますよね。はい。うん、いいですね。ちょっと悪くはないな。うん、ちょっと手こずったけど、ここがまっすぐに見えますね。でも、うん、ここ、ここだから、これを上げるかこれを下げるか、これか。ああ、まっすぐになってますよね。どうですか。あ、良くなった。いや、かわいいな。これがね、ちゃんと上向いて、そうそうそう、そうそう、上向いてくるから、これ、はいはいはい、日当たる方に向いてくるから、うん、下自体はそんなに高くなかったんですよ、これ。でも鉢がいいからすごいよく見えます、うん、紅葉が生えると思うよ。そうですよね、うん、葉が真っ赤になるから。真っ赤に、ちょっとこれを並べて、うん、いいじゃないこれ。あ、両方左向きだった。こういいね、ほら、グラデーションがかかって、うん、いいんじゃないですか。どうだろう、皆さんのご意見を。いいよこれ。苔貼ってみます。苔貼る。苔貼った方がよく見えるかな。うん、いい苔だこれ。あれ綺麗ですよね、あの苔の。綺麗だ。この木って樹齢どのぐらいなんですか。うん、これで何年ぐらいだと思います。5年ぐらい経つんじゃないの。5年。あ、つるの、つるしおのやつあんまり太んないからね、木がね。蓋もでも結構、うん、結構立ってると思うよ。そうですよね。でもこの色で、鉢の色で真っ赤になるじゃないですか、うん、どうなんですかね、うん、合うのかな。合うよ。合う、うん、この赤と、赤とこの青、うん、あとね、意外とこのグリーンとグリーンと合うんだよね。あ、なるほど、うん、確かに全なんか統一感、うん、
あの鉢はさ、はいはい、葉っぱとか肌と違う色を使っててじゃない、はいはいはい、だけどねグリーンの鉢質が合うよ、こういう薄いグリーンですからね、うんうん、あんま濃いやつじゃないから主張がそこまでないから、なんだっけ中国あの青磁みたいな色してるね、うん、これちょうどいいんじゃない夏あのツタはさ夏のもんだからはいはいはいこれ夏の色で涼しそうだ涼しそう助手受けしそうですねここかそうですねだからこれ涼しそうだよね、うん、ね夏向きだよ夏向きの夏も見られるしあと秋の紅葉秋の紅葉ですよねこっちだともっと大きくなってくるよねそうですね今鉢がちょっと大きいかなっていう感じだけどもう少し太くなったらだからあの細いのを2つくっつけてるからバランスね、うん、太く見えますね、うん、あとはもう少し経ったら剥がり剥がり、うん、剥がりは大体6月ぐらいでいいんじゃないですか6月そしたらあのこれ切ってやれば、うん、取っちゃっていいですねあの この部分ですね、うん、ここからそうするとまた小さい葉っぱが出る、はい、大事にしますでねツタの葉っていうのはねこれ今3枚になってるでしょうか、うんうん、これ3枚本当だ3枚あれ1枚あ普通 の大きいツタの葉っぱっていうのはそうです、ね、3枚じゃなくてこうなんかハート型になってるんですけど、はいはいはい、古くなってくるとねそうなってくるって人もいるんだよ、ね、うん若いうちは3枚で葉っぱが出てるって言ってでこれツルがねずっと伸びてきたら、はい、それ見てみるといいこの1枚で出てる葉っぱはあるんだよえ途中で変わるんですか、うん、変わるんだよねあのツールが伸びてきたのを見た方がいいんだよ。わかりました。じゃあそんなところでめちゃめちゃ可愛くできました。ありがとうございます。苔は確かおまけ。